もちろん準備できてる。グッドだ。おう。なんで？愚問だな。武に優れ屈強な忍びが集まるあの地にも。まさか。可能性はゼロで。いかなる緊急事態にも対応。いいか、俺のことは。おっ。素晴らしい気迫。戦闘開始。よし、俺はこの船の忍び、はい、ここは熱い司令部の前まで一発蹴ろうだ。へっ、元原隠れの忍びがどれほどすごいか教えてやるってばよ。どうした、このスーパー雲隠れの忍び、マイト界には来たぞ。わっ、雲隠れの忍びね。やっ、さすが海戦雲隠れの忍びは強いだよ。いや、すさまじい気迫。俺は雲隠れの忍びを撃つ。どんなに熱い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。これで雲隠れ対策バッチリだな。これが今のなる。うん。ああ、そうか。いかに力自慢の雲隠れであっても今の雲隠れの忍びがいくら襲いかかって襲いかかるって何やらすっとんきょうな声がすると思ったら。ちょうどいい時に来たな。そうですか。それいつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからん。ああ、ガイさんのようにアレな忍びが。では全員、雷の国。おう、これからこのノリが続くのかな。